サルベア整骨院の小泉です。今日は腰痛解消のための体操方法を紹介します。この体操方法は、ストレッチとかやってもなかなか腰の痛みが取れないっていう方は、筋肉不足だったりとか筋肉の働きっていうのが悪くて、腰がずっと痛いっていう場合が多いので、筋肉を働かせるための体操方法をご紹介します。今回紹介する体操方法は IAP っていうところでして、背骨はですね、骨盤とお腹の筋肉にこうドーム状になっているところの真ん中に背骨が入っているような形をとっているんですけど、この前が腹直筋と腹横筋で、上が横隔膜で、後ろが多裂筋で、下が骨盤底筋というふうにこう丸くドーム状になってます。でここの後ろの多裂筋っていうのがすごく使いすぎてしまって腰が痛くなってしまう。でお腹の前の腹横筋だったりとか横隔膜、腹直筋だったりとかっていうところが少し弱くて、腰の後ろが少し強く働きすぎてしまうことによって腰が痛くなってしまうと、そういう場合がすごく多いので、そのお腹の周りの筋肉を働かせるための体操方法をご紹介します。で何かまっすぐ伸びるもの、あるいは硬さがあるもので、後ろに、胸をこう開くような形をとります。でこの状態で維持したまま体を起こします。腹筋ですね。でこの時に息を吐きながら体を丸めます。そうすることによって胸が開くことによって、前にも紹介したんですけど、腰の可動域っていうのがすごく上がります。で胸を開くことをキープしながら、この腹筋周りですね、お腹の周り、腹横筋だったりとか、横隔膜だったりとかっていうところが運動してくれるので、そうすると腰に対するストレスがすごく減ります。できればこれを1日15回から20回ぐらいできると、すごく腰にはいいのかなと思いますので、腰痛くてストレッチやってるけどなかなか効果出ないなっていう方は、柔らかさよりも周りの筋肉をつけるっていうところとか、周りの筋肉を動かすっていうところに、重きを置いてもらえるとより良くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。よろしくお願いします。